浅上昭子、この子サラ様の何をしています？何というとウバ気に入らんね。りょうハイジャック。犯人は二人組の外国人、拳銃と手榴弾で武装しているわ。要求は100万ドルと燃料の補給。で、俺に何をしろと？狙撃してほしいの、犯人を。なこったろと思った。でもほら、今回は人質女性を解放できたら、あなたは彼女たちの英雄になるわよ。あ、私がまだ駆け出しの頃、国際的な難事件で行き詰まった時、力になってくれたの。もう、りょうったら、覚えてらっしゃい。何をしようっていうの？キャサリンの誤解を解かなきゃ何も終わらないんだな。